はい、皆さんこんにちは。ワナリルーシュです。今回は信長の野望創造戦国志で新しいシナリオをプレイしていきたいと思います。すでに村上義清のプレイの中でも告知させていただいていたと思うんですけども、今回はですね、足利義昭を使った信長包囲網で信長織田家を滅亡に追い込むというコンセプト、目的を持ってプレイの方をしていきたいと思っています。この企画はですね、視聴者の方からご提案いただいた、ツイッターだったか、動画のコメント欄だったか、どっちだったか、ちょっとね、忘れちゃいましたけど、視聴者の方からご提案いただいた企画になっています。で、プレイヤブル武将大名は先ほどお話したように足利義昭です。室町幕府第13代将軍ですが、信長の力で上洛した後、信長の傀儡となってですね、それに不満を持った義昭は、表沙汰にもしくは裏方で信長包囲網の名手として、暗躍したわけなんですが、今回はその、足利義昭を使ってですね、プレイをしていきたいと思います。で、村上義清、前回でのプレイは外交をね、一切禁止するということをしてきたんですが、今回は逆に、連合を組んでですね、援軍をいろいろ要請しながら信長を四方八方から攻め立てる、そういうプレイをね、していくことになるんじゃないかなと思いますので、皆さんにもぜひご期待いただければなと思います。で、ちょっとここのところ何回か大変申し訳ないんですが、最初にお話しておくとですね、マイクが、ごめんなさい、まだ不調が続いてまして、今回もですね、プレイ動画と、実況は別撮りにさせていただいています。その点だけご了承をお願いいたします。で、マイクはですね、すでに発注して、手元にやっと届きました。ただちょっとマイクのテストをまだしていないので、次回投稿させていただく、更新させていただく動画からはですね、再びプレイと実況同時に収録できればいいかなと思ってますので、今回のところまで申し訳ないんですが、別撮りというところだけあらかじめご承知おきいただければと思います。で、足利将軍家なんですけども、結構人材は豊富にいまして、足利義昭こそですね、統率武勇は30代なんですが、政治、知略に関しては80超えなので、内政面ではかなり活躍が期待できるかなと思ってます。で、あとはですね、このあたりの設定は長久で、いつもの設定通りですね、架空姫、架空息子の登場はありと。で、討ち死には普通みたいなね、形にさせていただいています。表情を始めます。で、義昭の場所は二条御所になってます。で、足利家は全部で、3つ城を持ってまして、そのうち1つ二条御所だけ義昭の直轄になっていて、残りの2つの城はそれぞれ武家が立っているという状況です。1つが藤川、細川藤孝とかがね、治めているので、そのあたりは戦闘面でもかなり役に立ってくれるのかなと思ってます。で、今やろうとしているのが政策ですね。遠行金政策、これは離れた大名に対しても外交工作ができる、そういう政策ですね。今回は、お話したように、外交が1つのキーになるかなと思ってますので、その政策は最優先で行ったという状況ですね。ここが、細川藤孝家になります。で、もう1つが、森田家ですね。この細川家、森田家と、二条御所の足利義昭。この3つの城を領有している状態からのスタートですね。で、信長は、伊勢、美濃、尾張、この辺りは完全に支配下に収めているという状況になります。で、信長包囲網の中には武田信玄、武田家とかも入ってますので、西から義昭が信長を攻め、東から武田に攻めてもらう。で、近江、北からは浅井朝倉連合軍が信長を襲うっていうようなね、形ができれば理想的な信長包囲網の、効果が発揮できるんじゃないかなと思ってますので、そこはね、いつどこに誰を攻めてもらうかっていうのを、うまく指示を出しながら信長包囲網の成就を目指していきたいと思っています。
で、まずはですね、筒井城を攻めようかなと思ってます。一番信長の城の中でも攻撃がしやすい場所になります。まあ、なぜかというと、ちょっとこの後ね、援軍を予想していきますが、三好家だったり、周辺の大名家が一番攻めやすいところにあるのが三好家、筒井家になってますんで、その筒井城ですね。筒井城になってますんで、まあ、筒井城を攻め取る最中ですね、信長軍の兵力を削って、次のね、攻めやすい場所っていうのを見出していきたいと思ってます。信長包囲網って、まあ、史実では、1回目、2回目と、第1次、第2次とありますけど、いずれも、その信長包囲網が、対岸である織田家を滅亡させるっていうところにね、あるいは衰退させるっていうところまで、成就できなかったわけなので、まあ、この信長の野望のプレイの中ではね、それを成し得たいなと思ってます。で、ポイントになってくるのが、浅井、朝倉。ここはですね、浅井と朝倉合わせた時の、総動員兵力がそれなりに多いので、浅井、朝倉にはかなり期待してます。で、武田家に関してはですね、ちょっと離れすぎていて援軍を直に要請することができないので、まあ、もうここは武田がうまい具合に信長を攻めてくれることを祈るしかないかなというところにはなってしまいます。で、もう一つ期待しているのが、三好と本願寺。三好はですね、四国に、大半の勢力を持っている形に、この時代はなってしまってるんですが、それでも、三好自体の総動員兵数はそれなりに多いので、これをうまく動員してもらうことができれば、信長を圧迫することができる。で、本願寺に関してはですね、大阪。この時代ではまだ大阪に本拠地を持っているので、信長を畿内から追い出す上では貴重な戦力になってくれるかなと。あと長島にもですね、本願寺の勢力ありますので、長島である程度信長の兵力を釘付けにしてくれれば、その分畿内が手薄になるので、畿内を制圧しやすい状況になるかなと思ってます。で、ここでは与力を細川家、森田家にそれぞれ何名か与えていきましょう。細川と森田に統治を任せてる城に関しても、しっかり内政をやってもらわないと、この先二条御所自体が資源が乏しいので、いずれ手詰まりになってしまうということを考えると、与力をしっかりつけてですね、城の運営、領地の運営をしてもらいたいというところになります。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、早速ですね、そろそろ信長包囲網の結束を確認する上でも、筒井城攻めに入っていこうかなという段取りを組んでいきます。まずは援軍を要請していきましょう。まあ、筒井城に対して鈴木家、
筒井に対して筒井城、本願寺も筒井城ですね。で、筒井城と式山城が隣り合ってるので、まあ、結果的に式山城を攻めてもらうでも全然構わないです。戦力がうまい具合に分散されればそれで御の字ですね。で、あと丹波方面ですね。赤松とかも信長側についてますので、この辺りももう攻め取ってもらおうという算段です。で、浅井朝倉に関しては近江から、音羽城とかね、沢山城、この辺りを伺ってもらうと。で、ここで信玄にも出陣してもらえればだいぶ楽になるんですが、それが叶わないっていうのがね、ちょっとこの連合のもったいないところですよね。連合2歳入っていれば遠い、場所にいる大名であってもその出陣を促すことができれば、よりこの連合が強力なものとして機能しそうなんですが、ちょっと今そこがないので、まあ、信玄に関しては信玄自身の自由意志というか、タイミングによって信長を攻めてもらえることを祈るしかないというところになります。で、出陣する武将選びですが、はっきり言って義明を出陣させても意味はないので、ここは出雲の奥にと上泉を出していきましょう。上泉は王位一戦持ってるので、まあ本当に戦局を一瞬にして変えることが可能な副将として入れていきましょう。で、当然信長側もかなり頑強な抵抗をしてきますので、これをね、その味方の連合軍がどう攻略していくかっていうのがポイントになります。で、ここは細川藤高も出していきましょう。戦闘力高いですからね。出陣します。まあ、この辺りはガモ、氏郷とかね、柴田勝家、竹中半兵衛、この辺りまで援軍でやってくるので大激戦にはなるんですが、ここでどうしても負けられないという状況になります。ここでもし負けてしまうと、もういきなり信長包囲網が瓦解する、逆に御所に攻め入れられる可能性があるので、この初戦は絶対に勝ちたいところになるんですよね。で、ここで大合戦することも可能なんですが、大合戦をした場合兵力差がほぼないんですね。で、兵力差がないと武将の能力がものを言うんですが、ご存知の通り信長軍団みんなかなり優秀なので、ここで合戦野戦に持ち込むっていうのはかなり危険なので、ここは局地戦として筒井城攻めを展開していきます。大合戦で野戦で勝家とか半兵衛とか、そうそうたるメンバーを相手に連合軍が勝つ見込みってかなり薄いので、であれば筒井城の局地戦として、攻略していくという選択をしました。で、局地戦であればまだ、敵の増援、五詰め、援軍がこの筒井城に到着する前なので、十分に筒井城を落とせる可能性があるというところですね。ただよくあるのが、城を落とした後に敵の五詰め部隊がそのまま
攻撃側に回って攻撃してくるケースがあるので、そこだけちょっと注意しなきゃいけないというのと、こちらに関しても援軍を考えておかなきゃいけないというところがあります。ここらが引きには与の敵城門突破しました。かしこまりました。お任せください。城門を破壊しました。参るぞ。まあ、このまま筒井城で攻め取りましょう。で、筒井城を攻めた後、四季三城を攻めている味方の連合軍の動向を確認します。で、あわよくば沢山城ですね、浅井朝倉が取ってくれ、あの攻めようとしている沢山城、この辺りまで、連合軍がですね、反信長連合軍が取ることができれば今後の見通しが明るくなりますね。で、逆にですね、四季三城が落とせない、で、浅井朝倉が攻めている近江、こちらの城も落とせないとなると大ピンチになるかなというところですね。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。これで筒井城は取りました。私だってやれるんです。ただ敵の増援が来ているので、この増援の動きを注視しましょう。ご命令くだされ。先月の収支です。なんとかね、四季三城まで取ってもらいたいですよね、連合軍に。で、先ほど取った筒井城に人を入れていきましょう。人を入れた後は修復ができるようになるので、筒井城のね、防御力も元に戻していきたいと思います。まあ、ここは時間があるとき、武将がいるときに投資を行って内政面の強化を図っていきましょう。で、気になるのがやっぱり四季三城ですね。今一部隊が囲んでいますけど、このまま四季三城取ってくれたかな。三好が取りましたね。四季三城は三好の配下になりました。ご命令くだされ。先月の収支です。武田はもう攻める気があるのかないのか微妙だな。今ね、浅井朝倉軍はうまい具合に沢山城、観音寺、大戸派、この辺りに進出してきてくれてるけど、武田がこれに加わってくれるとね、だいぶ展開が楽になるんですけどね。その信長包囲網の中の一番大きな勢力、単体で見た時の勢力でいうと、やっぱり武田家ですからね。
するぞ。出陣するぞ。私だってやれるんです。敵将捕獲しました。出るとするか。ご命令くだされ報告いたします。筒井城、式山城を取った勢いのままに機内を、反信長連合軍の支配下に収めていくべく攻略戦を行っていますが、一方で機内の方でも信長軍と浅井朝倉連合軍が激突中ですね。それでは参りましょうか。本当にここで観音寺なり沢山なり音羽なりを取ってくれると一気に戦局がこちらに傾いてくれるんですけどね。敵城門突破しました。城門を破壊しました。はい、我に続け退却せよ。行くぞ。敵城門突破しました。敵城門突破しました。城門を破壊しました。止まりましょう。ご命令くだされ報告いたします。
り苦戦してますね、この近江での戦いは。近江での勝利がない限り信長包囲網が成功することはないですからね。やっぱり近江に足利将軍家からも援軍が出せるようにもうちょっとね進行していきたいと思います。出陣する。でここは取ったばっかりの伊賀上野城をね、信長軍団が取り返しに来ているので、これは絶対に防衛したいです。秀吉一益この辺りが出陣してきてますが、これをね追い返してこの取った伊賀上野城は死守していきましょう。城を取り返すために信長軍団がね総力戦を挑んでくる展開なんですよね。これをここでやられるときついんですよね。本当はそれを対信玄でやってほしいんですよ。そうするとこっちが手薄になるので、だいぶ機内足利将軍家のね影響力下に収めることができるんですが、ちなみにこれ信長自ら出陣してきてます。ご命令この伊賀上野城攻略に報告いたします。でこちらは浅井朝倉勢と旗の勢かを加えた連合軍が信長軍と戦ってますが、観音寺を取るのは厳しそうですね。でこれは利家、信長この辺りが伊賀上野城にまだ攻撃を仕掛けてきているという場面です。やっぱり最前線となる城に関しては最低でも城門も枡形門で、今のままだと最前線の城ってどんどん、増えていくと思うんですよね。先に進んでいくって言ったからいいのかな。なので、大量のお金、木材、鉄が必要になるので、それの調達もねちょっと考えていかなきゃいけないところにはなります。この際武田家とはもう少し親密になってもいいかなっていう感じがしますよね。信長包囲網を続けていくにあたっては。信長がいまだ伊賀に駐留してますが、このまま信長単体3800で伊賀上野城に攻めてくることはないでしょうから、一旦撤兵させます。で兵力の回復に努めましょうですね。ひたすら信長連合軍で反信長連合軍で信長を攻め立てるっていうのをね、やっていこうかなと思ってます。近江でもし連合軍が勝利してくれればだいぶ戦局がこちらに有利に傾くんですが、そこがね難しいところですね。でこの伊賀上野に関してもやっぱり鉄の資源がなくてですね、ちょっと鉄不足に深刻になりそうです。足利家は連合を組んでる場合、同盟を組んでる場合、そのあたりもなんていうのかな、資源の共有とかもできたらいいかなと思うんですけどね。実際戦国時代の連合ってそこまで多分緊密ではなかったんでしょうね。
で、いざという時のための朝廷外交もやっておきましょう。ピンチになったら即停戦。で、次どこを攻めるかっていうと、まあ、キーを攻めるか、それとも浅谷桜と一緒になって近江を攻めるかっていうところなんですが、まあ一応戦略的にはですね、近江の方は浅谷桜連合軍の方に牽制をしてもらって、その間にキーを抑える、キーから信長を追い出すっていうのをね、ちょっと考えています。まあ、ここは信長の兵力の動かし方次第で、少し考えを変えていく可能性はあると思うんですが、今はですね、近江に関しては浅谷桜に任せ、どちらかというとキー、ここをですね、足利将軍家、反信長連合軍の勢力圏内に収めてですね、長島に今孤立している本願寺を助けたい、そういう思いです。というところでですね、まあ次回、この続き、しっかり信長包囲網を形成しながら打倒信長を目指してプレイの方をしていきたいと思っています。で、次回からはですね、動画、プレイ動画と実況同時収録していきたいと思ってますので、ちょっと今回まで、何回かマイク不調により動画と実況別撮りの形にさせてしまってですね、ちょっとね、申し訳なかったかなと思うんですが、次回からはまた同時収録に戻していきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方も楽しみにしていただければと思います。というわけで、このまま今回は終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。